はい、今度は孵化解除をしていきます。昨日ねちょっとひびを入れてあげた子が多分孵化してると思うのでその子かな。はい、あとは他の卵の様子もちょっと見ていきましょう。よし、行きます。 お、ちゃんと出てる。偉いぞ。はい、あーごめん。おはよう。おはよう。はい、ダチョウのヒナはもう生まれてもうすぐダチョウ。ね、割と完成された状態で。いただきます。いただきますじゃないわ。よいしょ。かわいい。はい、おとなしいな。うん、そして線もある。なかなか、まあ、卵自体がね重たい子だったから。本当だ、1750の卵。ナンバー9。とってもおとなしい。泣かず動かず。大丈夫か。元気に育ってくる。先に首は。あ、ちゃんと工夫がされてる。ああ、そうです。ひな舎の床材をカワスナに変えてから、ダチョウたちにとってはすごくいいんですけど、バンドがね、汚れて読めなくなるという被害が出ましたので、はい、こうやって書いて中にしまっておけば。そうだね。うん、2つにすれば。読めるかなっていうね。に大きくなったらタグに変えるんで、その時まで。おとなしいね。大丈夫かい？暑かったかい？ぐったりしてるか。あ。元気元気。ひっくり返したら元気。ごめんごめん。ひっくり返されるもう命の危機だよ。起き上がれなかったら食べられちゃうもん。そうね、野生下でこんなお腹をさらすようなことはないでしょ。ごめん。でも大事なんだよ。いい？はい。あ、かわいいね。うん、かわいい。そしてまつげが長い。すごいパッチリ。パッチリだね。あ、かわいい。涙出しなしゃって。涙？あ、いやこれ。目が潤ってる。ああ。何？これこの子のキラキラ、涙のキラキラに見えるのは卵殻。すごい見える。卵殻の破片です。違った。卵殻膜か。やっと出してもらえたことへの感動。いや自分で出てたよ。あ、孵化器から。そう。びっくりしちゃうよね、いきなり出されたら。はい、ちゃんと動ける子でよかった。9番ちゃん、重たいですね。おとなしいだけかもね。親は誰？18番。最近暴れん坊の人。そうそう、最近なんかげっそりしてるんだよね。オス若いのにね。そう、疲れちゃったかな。オスっぽいな。はい、いいね。大きな男の子。きっと親のように気性が荒くなってしまうことでしょう。どうですかね。メスはね、おとなしいし、大きな子だから。性格はどっちなんだろうね。結構メスの遺伝が大きいそうです。あ、で、病気だったかな。性格はちょっとわかんない。ダチョウに詳しくなれる。ダチョウと記念撮影。卵を取る体験も。ダチョウに餌やりだってできちゃう。めっちゃ楽しい。牧場で待ってるよ。さて、じゃあ他の子の卵見ていきますか。はい、はい、暗くなりました。暗い。はい、ライトを当てて卵の中身を再度見てみようということで、僕が一人で、ね、ああだこうだ言いながらやってましたが、ね、これ太陽ですよ。太陽どうですか。微妙な太陽でも無精卵っぽい感じが、動いてる感じがないですね。背は、あ、半分になってるからいる感じはするね。全然透過はしてないですね。うん、やっぱりさているけど卵殻膜から出れなかったとか。太陽です。太陽ですね。これはダメだ。これは無精卵っぽいです。太陽だね。これ多分卵黄だよね。うん。これはちょっと透過しちゃってるね。じゃあ疑わしいのはこれと2つですね。まあ動いてるやつがいないので開けてみますか。はい、コニタンの予想は大外れ。うん、明らかな太陽がその後ろの方に2個ぐらいありましたね。ただ他はちょっと惜しいというかよくわかんない。それは太陽？いや違う、あのちゃんと分かれているけれども動いてない。どう思った感じ？なんか軽いな、あんまり暖かくないです。無精卵かな。無精卵ですね。おお、割れてんのに無精卵。うん。ということで私が太陽に当たってた。当たってたね。はい、残るは2つ？怪しいのは2つ。じゃあ逆に太陽だと思っていたりするの？いや、それはないと思います。太陽だったのはこれ。
よいしょよいしょ。これはうん53。あ、無精卵じゃね。無精卵です。はい、はい、大当たり。でも太陽じゃない無精卵もあるということが分かったね。分かったね。難しいよね。結局さ、うん、あまた今回も間違って無精卵省けなかったって言うけどさ、うんうん、あんなんがあったら無理じゃん。うん、そうね。この生まれた子もさ、数日前まで全く動かなかったじゃないですか。うん、本当に見分けが難しいよね。本当にあの、なんだろう、出した時みたいにさ、うん、卵の中でもおとなしいんだろうね。あ、そうだね。ギュッてなってて。動かず。うん。でも、やっと出てきてくれた。これはなんかちょっと疑わしかったやつです。うんうん。また53だ。また難しい無精卵なのかな。ああ、そうかも。また?これ無精卵っぽいです。無精卵だね。あ、ちょっと不乱?匂いは。でも、無精卵だね。え怪しい無精卵製造機がいるんですけど。どんどん行こう。交配してる時期としてない時期が。かもしれない。これも無精卵かな。無精卵です。はい。残念。有精卵率が低いですね。だって、最近交配してるところだけど、どうだろうね。2月の卵ですからね。怪しい無精卵も。初めの初めよ。そうそうそう。硬い。うん。すごい綺麗に割れる。無精卵ですね。はい。単純に有精卵が少なかった。かな。で、なんかすごく判別が難しい有精卵が混じっている。試されてる、ダチョウに。わかるかなって。わかんないですよ、そんなの。大事に温めてるやつは有精卵とかあるのか。あるかもよ。ね。これはさっきパッカーンってあれあーこれはフランっぽいな。匂いがきついです。フラン匂った。あーやだ。なんか雑巾のような匂いがした。うん、ちょっと腐って黒くなってます。ということで少ないな。今回の発生は4羽ですね。厳しいね。10分の4。もうちょっと有精卵率を増やさないとまずいです。はい。はい、ということで、残りの卵の処理でした。はい、バイバーイ。